ぱいあるんですけれども、その何曲か出しているうちの1曲、私宮本ひろみの作詞作曲という、ね、曲がありますけれども、結構ね、僕なんかの歌っていうのはこういう昼間というか夜のね、ちょっと雰囲気の、が合うような感じの曲なんですけれども、その私の作詞作曲の歌、続いて聴いてください。愛を与えてということでございます。待ってました。ありがとうございます。確かめたくて酔ったふりしてかける電話許してくれた昔のことで、もう一度甘えたい、わがままばかりの私だったの、今思えばバカな女だったわ、これからはもっと愛してあげる二人のため、だからお願い許してください、愛を与えてもう一度。夕べの喧嘩も私のやきもち、一人部屋で待っていると心が騒ぐ、優しいあなた、もう一度甘えたい、タクシーの音、階段の足元、すべて気になる、戻るまでの不安な時を、愛してる、いつまでもあなたを忘れないで、だからお願い許してください、夢を与えてもう一度。わがままばかりの私だったの、今思えばバカな女だったわ、これからはもっと愛してあげる歌、許してください、愛を与えてもう一度。どうもありがとうございます。何曲かですね、自分でも作ったりしてるんですけどもね、まあ、この曲が唯一 CD にした曲でございます。ちょっとね、寂しいような感じの歌でございますけれども、愛を与えて聴いていただきました。ありがとうございます。それではね、僕の曲も